ズバリなんですけども、と思った方がいいと思うけどね、まあ、遺伝のね影響大きいですよ。それ以上にすごく大きいと思います。身長美容医師学科が生成外科専門医、身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長と申した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはズバリですけど、身長先生聞け、これで51番目かな。もう51回まで来ましたね。51回、もうね本当に答えてない質問ないっていう段階のレベルまでね来たかなというふうに思いますので、今回もねいただいた質問でね、まあ目新しいものというか、だんだん最近少しコメント数が減ってますけども、そちらの方からね答えていきたいと思います。ということで準備よろしいでしょうかということで、トーマスさんってことですね、身長のマッチスポット本当にあるんですかって質問ですね。いいですねってことで、ズバリなんですけども、これに関して言うと、まあ、あるのかもしれないけども、基本的にはもうないと思った方がいいと思うけどね。というのも、いわゆる、まあ、西洋医学的な発想ではないよね、こういうのってね。ツボっていう発想はどっちかというと、いわゆる東洋医学だよね。東洋医学が別に悪いとは思わないし、私も当然だけど東洋人の人ですからね、だからそれを否定することはないし、東洋医学もいい部分はあると思うんだけど、今の主流はやっぱり西洋医学だよね、明らかにね。だからやっぱまずは西洋医学から検討すると。だからまあ普通のいわゆる、まあ、注射の薬だったりだとか、飲み薬だったりだとか、まあ、栄養学だったりだとか、まあ、いわゆる論文に基づいたような治療を検討すると。でその先に東洋医学があるってことで、まあ、例えば腰が痛いとか膝が痛いとか、まあ、癌だったりとか、まあ、そういったのもまず西洋医学で試してみて、それでも良くならなければ東洋医学を試しましょうという順番だと思うんで、まあ、現状として私の方ですね、身長のマッチ相撲についてすごくね、調べてる方はっきりと調べてないです、まあ、あの西洋医学の分野で、十分調べるだけでもですね労力が回ってない状況ですので、まあ、そういった意味でね、相撲にまだあんまり興味がない、まあ、逆に言うとそんなに重要だとも思ってない、まあ、もっと言っちゃうとですね、そんなツボなんてないんじゃないのというふうに思ってるのが本音になりますけど、参考になりますでしょうか。次、ユーザー KV さん、足を温めて寝ると身長伸びると聞いたことがあります。実際のところどうなんでしょうか、教えていただけると幸いです。これはどうでしょうかね。別に足を温めて寝ることに対して否定はしませんけども、温めて身長伸びるというふうに思うかというふうに言われると、そんなにそうは思わないかなというのが私の感想です。次、自分は最近朝身長が185に到達しました。夜になると 182.8 から 183.3 くらいになります。できるだけ高く保つためには姿勢よくいる必要があります。他にも方法ありますか。また遺伝身長174か175でしたが、遺伝身長10センチ高くのが普通ですか。はい、いい質問です。まずはね、皆さんもねご存知かもしれないですけど、朝と夕方と身長差があります。朝の方が身長高くて、まあ、大人のデータだとですね、まあ、1から2センチぐらい変わるなとよく言われたりもします。まあ、こういう相談いただいている、まあ、おそらくまあ彼だと思うんですけども、彼はね185というところが非常に高いという中ですね、まあ、185に対して夜になって 182.8 から 183.3 ということを考えると、まあ、これ一般的なまあ誤差というかの範囲かなというところになります。でその中で、まあ、できるだけ高く保つためにはというふうに言われてるんだけども、もちろんやっぱり姿勢はいい方がいいと思います。まあ、真っ直ぐねこうなってるものが縮んでいくことによって当然身長縮むわけですから、姿勢も一つ関係あるでしょうと。あとはまあ重力影響っていうのがありますので、まあ、変な話なんだけど、究極に保ちたければできるだけ1日中寝てればいいっていう発想になってくると思います。また次はですね、自分が遺伝身長174か175に対して遺伝身長10センチ高いのは普通ですかというわけですね。まあ、普通かと言われるとこれに関しては普通ではないです。まあ、皆さんもご存知だと思うんだけど、遺伝身長の計算式、まあ、男性であれば両親の身長を足す13÷2プラスマイナス9っていうのが一般的な式で、そのプラスマイナス9っていうのは、その範疇にほとんどの人が入るよという意味になりますので、まあ、その確率論でいうと具体的に明言することはできませんけども、まあ、かなり少ないパーセンテージ、まあ、おそらく 5% 未満とか 3% 未満とか、そういった数字になってくるんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、10センチ以上高いというのは、まれというふうな表現の方が正しいと思います。次、質問です。イカ水の子供は身長が伸びにくいですか。まあ、これに関しては、ね、全然大丈夫でしょうという説明でいいんじゃないでしょうか。そんな心配しなくていいと思います。次、質問です。現在中学校3年生14歳6ヶ月 170.5 センチです。最近身長ほとんど伸びて、将来どれくらい伸びるか知りたいですと。12歳158センチ、13歳164センチ、14歳169センチ、14歳6ヶ月で 170.5 センチと。親の身長162と173ですと。地域小学校2年生が小学校5年生の我々ブレイクダンスを習っていたと。とても過激な運動で、この頃小学生なりに筋トレハマってました。小6以内ブレイクダンス筋トレやめました。1年で8センチ試した。腹筋8パックになりかけている。プロだったのが中3になり4パックになったけど、代わりに身長を手に入れた。結論、過激な運動をやめよう。ははは、みたいな感じですね。で、この方に関して、まず12歳、13歳のところですね。ここの部分が、これ何ヶ月のことが書いてないので、ちょっとなんとも分かりにくいですね。まあ、仮にちょっと12歳0ヶ月だというふうにしましょうかね。12歳0ヶ月で158、13歳で164、14歳6ヶ月で 170.5。このデータからはやや早熟傾向なのかな。そうすると、まあパッとだけ172とか174とかそこぐらいになってくるっていうのが考えられるのかな。まあただもちろんね、ここでまあ実際検査を行って判断
断していて、本当に早熟なのか晩熟なのかってところを判定していくといいと思います。はい、ということで、まあ、この方はまあそんなような予想になるんですけども、まあ、成長シートね、こちらの方ね先ほど、お見せしましたけど、こちらの成長シートを使うと今ね実際どれか伸びてるかとか最終的に何センチなのかがすぐ分かりますので、私の公式 LINE の方で、ね、無料でダウンロードできるようになってますので、ぜひね公式 LINE の方ね登録していただいて、ぜひね、ご参考ください。はい、次です。質問です。夜更かししていた時に成長するはずだったら今からしっかり寝れば取り戻せますか。どうでしょうね。やっぱりね、その寝るべき時に寝るっていうのが重要だと思うので、まあ、ある程度は取り戻せると思うんだけど、やっぱり、ね、夜更かしはねしないで成長にね注力することが大事かなというふうに思います。はい、次。盤熟なのか単に身長伸びが悪いかを見極める方法はありますかとかですね。これに関して言うと、まあ、年齢にもよると思いますね。で、一番いいのはやっぱり検査しちゃうことじゃないかな。検査して骨のレントゲンとかで骨年齢が若くて、まあ、それこそ採血して全然ね男性ホルモン女性ホルモン全然出てない状況であれば、まあ、盤熟でしょうって判定が出るだろうし、まあ、そこらしっかり進んでるのに単純身長伸びが悪ければそれはもう全然ダメだってことなので、まあ、そういった意味ね受診してレントゲンや採血をね検査すると分かりやすいと思います。はい、次。質問です。息子が最近空手を習い始めました。何かで空手のダメージが発育を妨げないと書いてありました。将来的に身長伸ばしさせてあげたいし、やめさせた方がいいでしょうか。よろしくお願いします。そうですね。まあ、当然ですけども、外的な外力が、極端になる場合は当然良くないというふうに思いますので、そういった意味だとダメって表現だと思います。まあ、ただ、そのなんか子供でめちゃくちゃそういう、すっごい激しいような外的なエネルギーがそこで発生してるかって、そんな毎日毎日なんかすごい殴り合うわけではおそらくないと思うので、そこまでそんな心配しなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。ただ、まあ、あまりにもそういったなんかダメージが強いようなものであれば、やっぱりやめた方がいいかなと思いますね。まあ、練習っていうのはそんなに本気で殴り合うってことはほとんどないんじゃないでしょうか。いかがでしょうかね。次。身長の遺伝率何パーセントですか。遺伝について詳しく教えてください。そうですね。これは確かに何かで取り上げてもいいかなというふうに思いますね。まあ、遺伝のね、影響大きいですよ。大きいけども、やっぱりそれ以上にその人の個人差はすごく大きいと思います。最終身長決めるときはね、遺伝の身長も考えるんですけども、私は6項目からが、ね、計算するんですけど、そのうちの1項目にしか過ぎませんので、まあ、遺伝だけじゃなくて他の部分も大きいというふうに考えていいでしょう。かかとをハンマーで叩くと身長伸びるって本当ですかとかですね、これはどうでしょうね。あんまりそんなに気にしなくていいんじゃないと。次。マイケル・ジョーダンが鉄棒にぶら下がっていたら、高校の頃身長15センチ伸びたって言ってたんですけど、本当に効果ありましたかとか、どうだろうね。これはそんなに、って感じじゃないかな。はい、ということで、ね、今日はね、これぐらいにしておきたいと思います。皆さんね、いかがだったでしょうか。今後の身長に関することね、全身全霊で配信していきたいと思います。身長に関するね、疑問がありましたら、ぜひコメント欄の方に記載してください。ピックアップしながら答えていきたいと思います。それではまた、バイバイ。